ビートルズといえば、レッド・イット・ビー。レディビー、レディビー、レディビー、レディビー。レディビー。おぉ。すごいですよね。ジャケットね。まあでもね、あれもいろんな、結構アルバム出してますけどね。確かに、スタジオが多いからね。うん、でも唯一ね、僕の思い出に残っている、今までの嵐のね、ジャケットでね、アルバムなんですけどね。僕の、地元の、公園があるんです。すごい広い公園のね。まあ、芝生が基本ベースでね。ほんでね、そこで、よくね、小学校の時ね、遠足といえばそこ、マラソン大会といえばそこ、みたいなことがあったんで、そこでね、嵐のジャケット撮影がね、行われたことがあるんですよ。イザナウというアルバムなんですけどもね。その時ちょうどね、僕舞台やってましてね。2回公演やってマネージャーに、次の仕事何って聞いて、アルバムジャケット撮影。何時から？朝6時です。え？と思って。そこでね、ちょっとね、飲みちゃったんですよ。もう若かったから、あの時は。ほんで、ここだったから、だったらもっと、ちゃんとしときゃよかった、みたいなさ、なんかあったんですよね。もうね、もう本当に顔がパンパンで。しかもアルバムのジャケットに残ってしまったんですけどね。まあ、そういうエピソードがあったということでございます。すいませんでした。以上、大野聡でした。